はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。で、今回はポケット戦国続きをプレイしていきたいと思います。今はですね、上杉とあと山名、まあ、毛利をバックにした山名との対決が進んでいるという状況なんですけども、とりあえず今はですね、目下上杉軍が松倉城に迫ってきてますので、ここを撃破しつつ、とはいえですね、黒井城の方では山名軍に城を囲まれているという状況なので、まずはですね、平松倉城、ここを、信玄軍を謙信軍を撃破して、急いで取って返して黒井城に向かいたいと思います。では早速続きをプレイしていきましょう。で、そうそう、ちょっとね、武将の数を補充したいなと思っているので、ここは表情を開いて登用をね、2人ほどしていきたいと思います。ちょっと武将がどうしても足りなくなってきているなっていう印象があるんで、問題はどこからどの武将を引き抜くかなんですが、森永吉はとりあえず雇いましょう。あとはもう一人ぐらい戦闘向きの武将が欲しいなというところなんで、家政がいいね、家政にしましょう。松倉城の救援は間に合うかな。で、おお、武田軍が黒井城にわざわざ出兵してくれるのか、これはありがたい。上杉軍からは停戦か。まあ全然いいよ、停戦は。こちらとしては停戦してもらえる分には全然構わない。であればこちらもね、軍を動かしたいぐらいですからね。何、家政がいなくなっていると、そしたら信長軍は全軍を持って取って返しましょう。急いで黒井城に戻ります。家政があとはどこに行っちゃったかな。まあそんなに遠くには行ってないとは思うんですが、やっぱここぞという時に取っておかないとなくなっちゃいますね。ちょっといなくなってしまったので、またいる時に見つけて投入しますか。残念、ちょっといないですね。金がなくて雇えないで、こういうのは信長を行かせるのが一番いいんですよね。ちょっと待ってね、信勝軍を内政化するとややこしいことになるんで、信勝軍を自動内政するのはやめよう。すごい大軍が動いてるな。黒井城に向けて勝頼軍でしょ。北畠も動いているとなると、いや、黒井城めちゃくちゃ半端ないことになってるな。本当に武田軍のほぼ全軍が向かっていってくれてるっていうことを考えると、ここは黒井城ではなく武田城、官兵衛の守る武田城を攻めましょうか。信長としては
三国さん、今のうちに上杉に対して親善を送っておこう。今武田と上杉も停戦中のはずなんで、この機に親善を送って一気に同盟を結べるところまで持っていきたいな。あとは信長が入ってきたら信長でバリバリ豊をかけていきたいですしね。姫路城に向かってきている部隊がいるのか。姫路城を防衛しなきゃいけないんだな。さあ、まずは姫路城に攻めてきた部隊を撃破して、その後武田城、官兵衛の誇る武田城に軍を進めましょう。で、実はですね、視聴者の方から教えてもらって、で鉄砲隊をね、もうちょっと増やしたらということで鉄砲隊を増強しています。で鉄砲隊は今まで、信長と光秀と2人体制だったんですけど、これにですね、数正を鉄砲隊につけています。なので鉄砲隊は3鉄砲隊っていうね、体制に変わっています。鉄砲隊はね、ご覧のように信長、光秀に加えて数正も鉄砲隊にしています。で、敵の方の布陣を見ておくとだ。なるほど。数はやっぱり多くはないね。まあ、鉄砲隊の正社でどうにでもなるかなっていう感じですかね、これだと。よし、完全に壊滅させたな。まあ、数が少なかったというのはもちろんありますけど。さあ、このままじゃ武田城に兵を進めていきましょう。よし、同盟が結べるところまで一気に持ってった方がいいな、これは。金を惜しみなく使っていきましょう。で、並行して、しっかり武田にもね、媚びを売っておく必要があるので、武田にも金を献上しましょう。
中国地方の山名攻略に全力を注ごう。鉄砲隊もう1体ぐらい増やしてもいいかもしれないですね。さてと、これで金がまた増えてきているんで、この木に藤鷹を使って一気に同盟を結びちゃいましょう。で、並行してもう一回夏香正家を使って親善を送って武田に対してもお礼をちゃんとしておきましょうね。さっき黒い城に向けて大軍を出してくれたお礼をしていないので、よし、ここで山名の本体が出てきたな。これでここで一気に山名を粉砕すれば武田城我が物になりますね。まあ、ここもやっぱりキーは鉄砲隊かな。ちょっとなまっちゃいましたけど鉄砲隊ですかね。鉄砲隊がうまくはまってくれればいいかなとは思うんですが、鉄砲隊の集中運用をするとね、一方では組みつかれると弱いっていうね、接近戦には弱いですからね。で、敵の方は騎馬隊が2、3ですね。で、鉄砲持ちがいない、ところが騎馬隊の前にはあらかじめ鉄砲隊を配備しておきましょう。騎馬隊を、足軽を配備しておきましょう。なので、射程に入ってきたらすぐに撃ちまくるというね。で、鉄砲の射程が伸びるような政策もちょっとね、やっといたらいいんじゃないかみたいなアドバイスもらってるんで、そのあたりもね、早速検討していきたいなと思ってます。まあ、お金が必要な話にはなるんですけどね。三段中早かったかな。ここは最後角を少しでも削っておきましょう。これで武田城攻略がしやすくなりますからね。グッと、ではそろそろ増援を送っておきましょう。よし、これで謙信と同盟が結べたんで、
御の字ですね。でさらに敵が出てきてるので、ここも回線してちょっとね、その士気が落ちてきているんで、士気の高い武将を中心に、あとは鉄砲隊ですね。取れば、だいぶね戦いも楽になるんじゃないかなと思いますので、ちょっと我慢して一目にかかりましょう。ここは鉄砲隊の集中運用してみますか。いや危険だな、鉄砲隊のところに突撃をかけられると、それだけで鉄砲隊が壊滅するんで、それはやめましょう。敵の鉄砲隊の前にというか、まあ少なからずいるはいるな。鉄砲隊はいなそうですけど、騎馬隊に足軽、鉄砲隊はいないね。なので、まあ、鉄砲隊で敵を打ち減らしていくっていう戦い方が良さそうですね。ここは三段打ちを打って一旦鉄砲を打ち尽くしましょう。武田城できれば半兵衛官兵衛揃えたいですからね。官兵衛を味方に引き入れたいところですが、鈴木も武田城に兵を出してくれたね。山縄と豊潮であれば残首だ。神戸は豊、善助も豊、善助じゃあ死んでもらうしかないな。まあ神戸をね入れただけマシとしましょう。あとは残首、あんまりね武将の数増やしてもその後のやりくりが大変になるだけなんで、今回増やしたのは別所義親、戸川、まあ戸川置いとくにしても別所は追放でもいいかなって感じはするな。まあただ残してはおきましょう、しばらくね間はね。おついに羽柴秀吉改名したな。そしたら軍をちょっと分けましょう。まず信忠の軍を編成し直したいので、いや信長を動かす方が確実かな。これを一旦姫路に戻します。そうするとここは旧部隊になるんだな。うんうんうん、そうするとここも変化をちょっと変えていこう。
山名はだいぶ武将の数消耗したんじゃないの、これ見ると武将の数7人まで減ってますもんね。いや、これは勢いに乗じて一気に城攻めを行っていきたいですね。政策もねちょっと入れていきたいんですよね。さっきお話した鉄砲の射程が伸びる政策はすぐにでも入れたいんですが、金がかかるな、それには少しね。で上杉の方に配備している信勝軍、これももう信勝というか信勝を残して全軍を有馬方面に移動しましょう。備中高松城に行軍中、赤松も辰野城に行軍中か。見ておかないのが心配なのが武田とかとの関係なんですが、大丈夫そうだね。たまにはね、神前はしっかり入れておきましょう。もらったお金でツネちゃんの陛下を鉄砲隊に変えたいと思ったらもう使われてるね。1万もらったらすぐ誰かが1200円使ってるっていうね。まあみんな金がないんだろうな。鈴木は兵を引いたので、今度はじゃあこちらは兵を出しましょう、逆にね。そうか、官兵衛も鉄砲隊にしたいね、ゆくゆくは。
で早速ねお金がある今のうちにつねちゃんの陛下を描いちゃいましょう。やっぱ鉄砲隊をね各部隊に最低2部隊は欲しいんですよね。さて、丹羽長秀はどこまで来てるんだ？ちょっと丹羽長秀の動きが鈍重だな。全然来てない。この数値を落としたのがいいでしょう。まあ庭長いてごめん、もう入ってたね、ちゃんとね、申し訳ない。さあ足屋も落としたか。足屋も落としたら、ちょっとここで一旦兵を休めさせてあげてだ。その間に北畠に攻めさせよう。さあ、徴兵も入れましたので、弓木城はね、このまま、丹羽長秀軍に攻略させます。で、ちょっと不穏な動きとして今、忍びの方から、長宗我部が怪しい動きをしてるよっていうのがあったんで、進言をしたかったんですが、お金がないっていうね。ちょっとお金は待ちましょうか。まだ1月7日だけど。いや、動きに注意したいんだけどさ。いかんせん金がないっていうね。よし、弓木城戻したね。そしたらしばらく兵を進めて、この後さらに兵をね進めていきましょう。で、弓木城から撤兵した
北畑家の後を狙って鳥取城に向けて兵を出しましょう。ちょっと武将を雇いすぎたんでお金の入りが少なくなっちゃってるんでね、ここは少し視野のしどころですかね。じゃあ信孝を上層壁のところに派遣して吉見を通じておきます。といってもまだ今見たら89信頼ありましたけどね、今の数値を、まあ、見てる限りはまだまだ安心かなという気はしましたけど、後藤又兵衛か、これは欲しいな。後藤又兵衛は早速信長自ら雇いに行きましょう。まあ、信長が行けばね、さすがに海軍に変わってくれるでしょう。今3万の軍勢を中国地方に集中させているので、これがうまくはまればね、一気に山名攻略が終わりそうですね。芦屋城が包囲された。一騎勢に、そしたらここは弓木城から庭軍を派遣してこれを鎮圧しましょう。まあなんてことない話なんで捨ておいていいでしょう。幕府を開設されてはいかがと。どういうことだろう。そうなんだよね、義昭がまだ将軍として居座っているんですよ。ただ確かに義昭にその力はない。足利将軍家攻め込むことが可能になりました。なるほど、これでじゃあいよいよ倒幕が可能になったわけですね。はい、ではちょっとね、時間が長くなってきましたので今回は一旦ここまでにさせていただいて、次回ね、いよいよじゃあ倒幕始めていきたいと思いますので、ぜひぜひ続きもお楽しみにしていただければと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。